本日はですね、 GMO クリック証券の FX ネオ Apple Watch 版のアプリケーションの説明をさせていただきます。こちら私の左手についている Apple Watch です。ちょっと小さくて恐縮ですが、ご覧ください。なんとドル円のチャートがうっすらとラインチャートで見えているではありませんか。こちらをなんとタップするとですね、チャートが出てきて通貨ペア一覧が出てきたりと、なんとなんと取り扱いのものがおっとおっとっとどん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 スクロールすればするほどどんどん出てくる。なんと腕時計から全ての通貨ペア一覧が見れるようになっております。なんとこれは画期的だ。さあドル円レートを押してみます。ドル円レートを押すと、なんと日足チャートが出てきました。なんとこうさらにですね、ここを真ん中をタップすると週足チャートに変更。そしてもう一度押すと5分足、15分足、1時間足、4時間足、そして日足に戻ってくるという、なんとも非常に便利なApple Watchのアプリが出てしまいました。これで皆さんも上司の目をかいくぐって仕事中にしっかりトレードできるのではないでしょうか。